それでは第7週2月12日から16日の見通しをテクニカルで見ていこうかと思います。まあテクニカルとは言いつつね、今ご覧いただいている週足ってのはファンダメンタルの方が大きいわけですよね。ですんでまずはファンダメンタルで解析して、こちらで一定の方向性を見ていこうかと思います。ここに書いてますけどもね、円安は一旦頭打ちかと思っております。結局ね、介入水域ってのがあるわけですよ。まあですんで、投資家さんもそれを警戒して、これ以上は円安の方向には進みにくいだろうなと思うときに、ここまでの含み益を利確するグループと、そこに乗っかって後追いしてセルをかけていくチームが出てくるんではなかろうかと思ってますね。はい。そして、ここからの円安っていうのは、なくはないんだけども限定的で150円前後で、まあカーブして149円、148円の方向に戻ってくるんだろうなと。だから、円安の方向に進んでも、その動きは限定的になる。まあ、いわゆるね、特殊レンジとかね。まあ、あんな感じですよね。特殊領域に入ってくるというふうに思っております。まあ、この特殊って言い方は、まあ、私の独自なね、考え方なんですけども、介入が警戒されるところに入ると、テクニカルが通用しなくなって、介入を警戒した資金の出し入れになってくるよっていう状態を特殊というふうに言ってます。ですんでね、特殊トレンドとか特殊レンジって言葉が出てくるわけですね。その都度また解説していこうと思います。はい、それではね、次は日足の方を見ていきましょう。日足になっていくとテクニカルで見れる分が結構出てきます。というところなんですけども、やっぱり特殊領域ってのがこの辺に渦巻いてますからね。ですんで、資金が円安の方向には入りにくくなっているかなと思います。ですんで、新しいレンジをこの辺りに設定することになるんですけども、これがですね、今、指し示されている140円の、まあ、245とか300とか、あの辺に天井が来るのかなっていうふうに思ってますね。そうすると、この上下のレンジってのが60ピップ相当でできますんで、レンジオプションの得意な形ができるかなっていうところですね。で、148円の703、この辺りでのレジサポ転換が起きていて、ここが上底過程の過程になって、こういう風なレンジが展開されるってことになると思います。で、それを細かく見ていくのが4時間足になってくるんですけども、4時間ではここが天井を書いてね、で、ここがレジサポ転換をした、上底過程の過程になりますんで、ここが上になって、ここが下になる。これに挟まれたレンジオプションというふうに考えていけばいいんじゃないかなと思います。それを検証するために、まあ月曜はね、日本市場休みですけども、その分だけぼんやりと日曜がどのように日本以外の市場で形作られているのかをね、観察するいいチャンスになると思います。はい、じゃあ最後に1時間を見ていこうと思いますね。1時間は先週の、まあ金曜日の作戦でもありましたけども、横ばいになったところから下の方に落ちていくということで、ここを天井に設定することができるかなと。そしてこちらの方は、上底過程の過程ですよね。だから、ここが今ゾーンになってるところですね。こういうふうに。で、こちらがレジサポラインになってますんで、こちらのレンジ、もしくはこちらのレンジが見えるんで、これを元にしたテクニカルで仕掛けていけばいいってことになります。もちろん、月曜日でトレードすることも可能です。XM 証券ではね、取引できますんでね。まあ、そうですね。体制をしっかり整えて、火曜日から仕掛けるのは、基本的にはおすすめですけども、月曜日勝負するのもそんなに悪い選択だと思いません。まあ、ここまではっきりとテクニカルの形っていうのが作られましたんでね、信用していいんじゃないかなと思うんですね。はい、それでは。来週もっていうかね、第7週も稼いでいきましょう。基本的には稼げる週です。第6週と同じように稼いでいきます。